量子物性科学研究室では、量子効果による現象を利用して次世代の光量子情報デバイスへ利用される最先端材料の研究を行っています。有機分子の配列や結晶構造を制御することにより、高効率の有機レーザーや有機太陽電池などの分子デバイスの実現を目指しています。固体パラ水素結晶、有機半導体結晶など量子性の高い結晶を対象とし、その量子状態をフェムト秒レーザーを用いて時空間的に制御・観測することを目指します。環境に対応したナノ粒子、不純物をドープしたナノ粒子などナノ構造物質の光機能性を時間・空間分解分光法を用いて調べています。ナノ粒子や超薄膜など形や役割分担・相互作用を工夫することで、自然界にはない機能を持つメタ物質を実現します。